はい、こんにちは、ジェントフィットネスです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今日はあれから、あれが4月の1日とかでしたよね、確か。そうですね、そのぐらいでした。そっから今日が4月の 23? はい、23です。23にしたってどうなったかと言ったら、こちらでございます。ちょっとずつできていきます。この壁とかも塗装しまして、まあ、コンクリの上に塗装したんで、こうちょっと味があるような感じに仕上がって、であとこっち、ここがもうトイレとか更衣室とか、あとはエステの部屋とか、そういったところ、ここがあのネイルとまつげのエリアになります。はい、男子トイレですね。でちょっと上行ってみましょうか。ここがジムエリアですね。まあ、まだ塗装したぐらいかな。なんですけど、あとはその床も今なんかレベラーっていうので盛んでやってくれるみたいなので、でその上にタイル貼って、でここ更衣室、更衣室、でここがもう壁なんですけど、ここにまあ棚とか置いてねやろうかなと思ってて、でここはちょっとサイン壁にしたいんですよね、ジオジオの。まあみんなね、いろいろ来てもらった時に他社の場所を作りました。いいですね。で、まあ、ちょっと柱と梁はもうコンクリートのまま残して、で壁はもうちょっとこれもう一回グレーに塗るんですけど、でサッシもまたちょっと黒にマットブラックに塗って、で床が全部モルタル調の塩ビタイルになるんで、でこっち全部鏡つきますから。この黄色い部分がそうですかね。そうです。これがボードの下地かなんかで、その上に鏡を貼るっていう感じですね。アップデート、おー、着々と着々と来てますね。今日はちょっと僕も彼女ともキムのねお父様が来て塗装やってくれてるんで、僕もちょっと何もやらないわけにはいかないので、今日ちょっと窓枠のサッシの黒の補修のところ、ちょっとまだ一度塗りしかしてないんで、そこのちょっと塗装をやっていければなと思っております。でね、またちょっと今後ここのジムは最終的にどのくらい予算かかってるのっていうのを皆様にちょっとお伝えできればなと思うんですけども、結構ね、多分このまあ30坪ぐらいある規模なんで、で日本橋ですから立地がめちゃくちゃかかってると思われてるんですよね。でも初期費用多分びっくりしますからね。また言いますけど、まあ、コメントでもそうそうそう、だからこれな、ありましたよね、はい、何年で回収できるんだ。そう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 、正直多分僕そこすごいこだわってるんですよ、どんだけ安くできるか、うん、で多分びっくりするぐらいの金額になってると思うんで、またそれはちょっとね、どのくらいだと思います、ざっくり。いやもう想像がつかないんですけどね、はい、1店舗目はいくらぐらいで、1店舗目もう安い、300ぐらいです。300万ぐらい、はい、350とか、もともとリフォームされてるところだったんで安いですね。でマシンも結構デルタさんとあと金剛さんにご協力いただいて、入れてもらってるので、結構今回安いですね。だから結構内装屋さんもいろんなところ問い合わせしたんですけど、やっぱり基本この規模50坪ぐらいあるんで、内装やっぱり1000万は超えますねっていうふうに言われてたんですけど、もう全然その半分ぐらいでやってるんで、はい、そこにいかに初期費用にコストをかけずにできるかっていうところに僕はもうフォーカスしてやってるんで、ここの物件で3000万とかもかけてたら、もう多分そんくらいが普通だと思うんですけど、僕はそんくらいかけるんだったらやらないんで、はい、っていうところなんで、いい感じです、かなり。じゃなきゃやらないです。はい、そう、とっても、はい、サッシどこでも、こうこうちょっと雑多に塗る感じも逆に味が出ていいかなっていうのもあるんで、ね、こういうとこは、あ、僕が塗ったんだなっていうふうに来てくれた人は思ってもらえれば、そうですよね、嬉しいですね。どっかに隠れミッキー入れようと思ってるんで探してください皆さん。やり方間違ってると思うんです気持ちで塗ってます。自分でねやれるところもあったらなんか愛着湧きますよね、うん、さらに
ユミさん、ここは何人ぐらいで運営させる予定なんですか？ここは将来的には4ですね。3.5 ぐらいで、まあエイジがこっちの頭にはなるんですけど、はい、向こうがセルで、はい、あと2人はちょっと入れたいというか仲間欲しいですね。ああ、なるほどですね。あとはあの生態というかその柔道整復師さんも、はい、ちょっとこっちの店舗入れたいので、うん、トータルでケアしていこうかなというところなので、もしちょっとぼちぼちちょっとここが完成し始めたらね、どんな雰囲気かつかめると思うんで、募集ちょっと開始しようかなと思ってるんで、5月頭ぐらいから、うん、それ皆さんちょっと興味ある方はチェックメイトしてください。で、GO ジムのインスタに何か送ってもらいたいですね、もし希望ある子は、うん、なんか勉強したいですっていう人はちょっとやっぱり勉強するのも もちろん大事なんですけど、まあ勉強する場ではないので、うん、やっぱりそこはもう、そうですね、うん、やっぱ即戦力になれるような子、トレーニングはして体ある程度やっぱ作ってるのが基本ですよね、うん、ある程度さえ作っていれば体を、うん、でコミュニケーション能力があって、うん、大人の方と喋れれば誰でもできるんで、正直、うん、トレーナーって自分の体がある程度ある人と、ある程度しっかりトレーニングしてる人、細かくね、胸の上部、中部、下部とか三頭の長頭、短頭、外側、内側で分けてちゃんとやってる人とか、そういったところで背中の何下部を強くするためにハムケツも鍛えてますみたいな、そこまでやっぱやってる人がいいですよね。そういう人が、まあ、僕のこの言い回しだったりセッションの雰囲気とか掴んでもらえると多分すぐいける。トレーナーの経験がなくても、あと社会人経験があれば、社会人経験もない人だと、ない人でも大人と結構喋れる人だったらいいんですけどね、意外と喋れない人多いんで、この業界正直例えばあれですか、その礼儀だったりとか、そう礼儀だって、なんかこう、うん、やっぱり1対1のセッションなので、うん、あ、お客様にこう居心地悪いなって思われたら終わりなんですよ。だから結構そのトレーニング以外の話をすることも大事だったりして、トレーニングの内容でしか会話ができない人とかっていうのはやっぱりお客さん退屈になっちゃうんですよね。それだけで来てる人もいるんだけど、話しに来てる人もやっぱ中にはいるんで、それがね大事だから、僕は面接の時にあえてなんか答えづらい質問するんですよね。で大体の子は顔引きつるんで、そこでポンポンって返せる子、これテルとエイジなんですよね。でコミュ力めちゃくちゃあるんで、もういろんなお客さんに可愛がってもらってるんで、それがやっぱ大事ですね。だから顔だけで撮るとか、うん、なんだろう、体だけで撮るとか僕は絶対しないんで、だからしっかりとお話できる、いや、コミュ力っすよね。だから安倍元首相とかと2人でディズニー行けるような人行く自信あるなっていう人を募集してますね。コミュ力なんで、うん、やっぱりあとコンテストとかは出といた方がいい。コンテストもやっぱ出てるに越したことないですよね。やっぱ減量してないと、うん、お客様に絶対教えられないじゃないですか、うん、だから自分もその3パー台とか4パー台に持ってった人じゃないとやっぱそういったのを教えられないんで、そこも結構大事かもしれない。意外とでも結果はどうでもいいんですよ。別に結果はどうでもいい、うん、絞り切れたことがある人で、ある程度ちゃんと考えて細かくトレーニングしている人、うん、であれば、まあトレーナー経験がなくてもいいです。うん、テルとかもねなかったわけですから、うん、でも今多分正直かなりいいセッションするんで、うん、お疲れ様でした。奥谷さん、お疲れ様でした。いやー、なんかまあ今日が4月の23なんで、もう減量も入ります。またちょっと今後はね、あのまあオープンとかもあって、ちょっと今はちょっとバタバタして忙しいんですけど、でもまあとりあえずできて、まあ自分のそのトレーニング場所も兼ねたジムにはなるので、次の店舗は、うん、家からも近いですし、だからちょっとまたできたらアップデートを常にしていくのと、5月14日に一応オープン予定にはなってますので、まあ、マシンがちょっと前日に入ったりするんで、まだちょっとどうなるか分かんないですけど、そこで動いてるんで、でトレーニング動画もまた減量入るんで、ちょっとバンバン上げていくんで、今年減量4ヶ月半取ります。みっちり取って仕上げて爆発したいと思うんで、応援引き続きよろしくお願いします。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ペンキだらけ。